はい、どうも皆さん、こんにちは。マキルです。ということで、すごい声がしゃがれた、オカマちゃんみたいな声になっちゃってるんだけど、その理由も、ライスちゃんのライブに大阪2日間行ってきましたんで、その時の様子だったりとか、Vlog をギュッとまとめましたので、見てね。はい、ということで、まあ先ほどポップアップが終わりまして、初日っていうな。感じですけど、これがどういう形で使われてるのか、わかりませんが。いや、オタ大陸取れねえもんな、これ。レポっていうほどのレポもないし、まあ、日産の時ぐらいは取ろうかな。ね。まあまあ、これは一応 Vlog っていうような感じであれしたいと思います。ということで、まあ私はこんな感じで、さっきまでね、こんな感じの服着てたりとか、だったんですけど、まあちょっと変装していきますので。まあわしはね、やっぱね、タトゥーでバレるのよ。タトゥーでバレる。で、そこがあるから、完全に、変装していきたいと思います。はい。ということで、お、いいね。フェイストラック。あ、これ楽ちん。はい。こんな感じで、まあ、こんな感じで、行けば、まあ、バレないだろうと。で、プラスアルファ、もうサングラスなんかしちゃってね。で、すればもう、オッケー。バレないでしょうと。はい。ということで、このサングラスが、ブラックピンクのジェニーちゃんと、ジェントルモンスターのコラボのやつで、で、これね、このタイプのメガネ持ってなかった、サングラス持ってなかったっていうのもあるんだけど、これのいいところが一つあんのよ。あ、これ、買いだわって思ったの。これ、なんと、カチューシャになります。すごくない？超良くない？これカチューシャになるっていうので、わかる？ここの部分がもう、形がもうカチューシャなのよ。これめちゃくちゃいいと思って、この、髪長くて俺もう毎日ねカチューシャつけて生きてんだよ。そんな僕からしたらもうこれ一個でもうはいはいっつってもう外出ます、はいはい、あーにゃせよみたいな、あ、じゃあサングラスいらないやみたいな瞬間になったらもうこれからカチューシャにすればいいわけですよ。まあちょっと緩いっちゃ緩いんだけどね。まあでもないよりかはマシ、これ超いい便利、さすがジェニー様って感じでございます。ということで、まあこれつけて、またマスクよ。そんななんか変装のあれ見しちゃったらバレちゃうかもしんないけどね。まあ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 、それぞれの日程違いますから、私の変装スタイルは。はい、ということでこれでマスクもつけて、でこのよくモモリンがかぶってそうなこのなんていうのキャスケットみたいな帽子、はい、これかぶって、不審者です。これぐらいの格好していきます。で、あとはこのリュック、このリュックもね、香港で買いました。香港で買って、どうで、今暗くない、わかんない、今サングラスつけてるからさ、わかんないんだけど、まあ、ごめんね、はい、あ、こっちで撮った方がわかりやすいか。これでこのリュックに荷物とか入れてって、で、このリュックも香港で買ったあのリュックですね。こうクロットっていうね、なんか香港か中国かどっかのブランドなんだけど、これめっちゃいい。ああ、やばい、顔に合わせて。行っちゃった。はい、顔出して、はいはい。こっちだよって、はい。もうこれ背負って、もうこれで行くっていうね。まあ、ただ、今回の懸念点は、パンツ。パンツだけ、もう僕が作ったブランドっていうかね、僕が作ったパンツになってるんですよ。だから、ちょっとこの、パンツだけはね、ちょっと懸念点ではございますけど、まあ、ただ、この状態で歩いてて、マーキュリーってわざわざ声かけてくる人いないと思うんですよ。なんでこれでいきたいと思います。で、このシャツもね、昔着てたんだけど、まあ意外とみんな知られてないだろうっていうシャツを選びました。ということで、これで、とりあえずは会場の方に、今からね、タクシーで向かいたいと思います。今現在が16時36分。まあギリギリの方がいいかなっていうことで、行きたいと思います。いや、今回ね、マジセンスでなかったからな。悔しい。アリーナなんですけど、今日は。アリーナの D でございます。大阪初日。まあとりあえずちょっとコンビニ行って、電池買わないといけないから。これのね、キャンディーボンの電池を買っていきたいと思います。それではカジャ、もうカメラとかは疑われるから持ってかない。まあ、なんか向こうで撮るってなっても iPhone で撮りたいと思います。ということで行ってきます。あ、そうなんですよ。トワイスのライブがあって。あ、トワイスなんですか。トワイスって知ってますか。はい、あの K-POP っていうか。そうです、そうです、そうです。え、マジですか。そうですよ、のライブがあって、はい、それに行かなきゃいけないんですよ。そうなんですよ、すいません、焦らしちゃって。いや、申し訳ないです。会いたい人がいるので。そうですよ、僕には会いたい人がいるので、その人たちに会いに行くために、はい、カッパなんかも用意して。雨降りそうじゃないですか。そうですね、スタジアムなんで、はい、
そうなんですよ。困ったことに。コンビニでパッと買いました。あ、全然全然。傘なんてさしてる暇ないんですよ。トワイスちゃん見てたら、こっち見てってするしかないんで。めっちゃ綺麗ですね。いやもうトワイスちゃん全員可愛いんで、綺麗なんで。そうなんですよ。ぜひ聞いてください。あーもう最近もいいですよ。ずっと可愛いんで。そうですよ、もう本当ずっと可愛いから、どんどん大人になって女性はやっぱ綺麗になっていくじゃないですか。ぜひぜひ可愛さに気づいてください。あ、よかった。 YouTube のなんかショート動画で TWICE の誰々ちゃんがめちゃくちゃ肌綺麗みたいなのとか、はいはいはい、そうなんです。やっぱショートとかでも YouTube 流れてきます。はい、流れてきますよ。 TWICE ちゃん、はい、よかったです。素晴らしい。はい、ということで、まあ始まる10分前ぐらいに会場の方に着いて、でもう席着いてって感じだったんですけども、全然瀬戸利から何から全然違くて、去年とね、Ready to be 本当にスペシャルになってたなっていうイメージでした。すごかったです。まあね、内容に関してはあのネタバレ嫌だよっていう人もいたりとかするのでね、あのまだまだしないでおこうかなっていうふうに思います。とりあえずは僕の席的に言うと本当にど真ん中だったんで、メインステージもなんかちょっと遠くで、バックステージは全然見えなくで、あの横のトロッコっていうか、あのムービーステっていうのかね、ムーブステージなんですかね、もうあれも絶妙に両サイド遠くっていう感じで、まあ、全然なんかレスとかもらえるような環境ではなかったですけども、すっごい楽しかったです。トワイスちゃん、ありがとう。頑張れ。で、終わった後は、まあ、友達と集合して、まあ、その間、ももりんと写真撮って、みたいなね。まあ、ももりんと写真撮ってっていうか、あの、ポールについてるね、あれを撮って、みたいな感じだったんですけど。まあ、これはオタクは絶対しますよね。もうすごい、これ大事でございます。これは初日の写真ですね。で、その後、ミスド寄って、で、その後僕は鳥貴族食べたかったんで、鳥貴族行って、ももりんが作ってた、このとろろの鉄板焼き、食べました。美味しかったです。オタク友達とオタクトークをしながらが一番楽しいよね。軽い打ち上げ、みたいな感じでした。ということで、初日はこんな感じ。ということで、二日目。はい、ということで、本日が二日目です。二日目のコーデはこんな感じ。ね、ポップアップ終わって、今二日目で、今から向かうって感じなんですけど。もういい感じじゃない？もうこうやって。ほら。これでも、短パンで、あとはもう靴履いて、みたいな。まあ、なんかこれだったらもうバレなそう。これなら、いけそうかなっていうような感じでございます。もう、なんかサングラスとかも別にいらないかなって、もうこれでこういった、サングラスつけてる方が怪しい。なんで、これでいきたいと思います。ということで、二日目。かじゃん！トワイスって知ってます？え？トワイスって知ってます？いや、わかんない。韓国のアイドル。あ、韓国のアイドル。そう、韓国。男ですか？女の子。あ、女の子。名前何言います？トワイス。いや、聞いたことない。聞いたことない。うん、じゃあ僕頑張る。タイトル、サムネになってると思いますが、ダンスチャレンジしてきました。いやー、もう初めてよ。これがね、あの大阪2日目の話なんですけど、まあ大阪2日目は、まあ、私アップグレで入りました。初日は違ったんだけどね、あの2日目の方はアップグレでチャラーン入りました。これもらったんだけどまだ見てないんだよね。てかマジで喉やばいね。ちゃんとライブで盛り上がりすぎちゃったということで、可愛くない？黒のラブリーちゃん。え、キャワじゃない？これ持って帰りたいと思います、しっかりと。かわいい、ほら。ヤンマースタジアム長いって書いてます、これ。
あ、じゃあこれ会場によって違うんかな、色とか。黒いないもんね、服が違うだけかな。まあそんな感じで、なんかいろいろ物が入ってて、まあみんなの方が多分詳しいんじゃねえのっていうような感じだと思います。でまあほんとね、ダンスチャレンジあったんで、まあどんな感じでダンスチャレンジ出たのっていうとこなんだけど、まあまず、まあ、初日の方もそうなんだけど、僕ずっと立って踊ってたの。初日も立って踊ってたんだけど、抜かれなかったのよ。で二日目、今日も頑張るぞ、ダンスチャレンジ出たかったからあれ絶対楽しいじゃん。もう僕にはね、絶対的自信あるワンスパークっていう曲があったんですよ。花さんたちとね、踊らせていただきまして、めちゃくちゃ僕頑張って練習したから、なんかダンスに自信がついたわけですよ。だからワンスパークを絶対踊ってやると思って、ダンスチャレンジね、頑張ってこう踊ってってしてたわけよ。そしたらまあ、やっぱもう僕もね、身ぐるみ全部剥いで、身ぐるみ剥いでタンクトップ1枚でマスクとかも何もつけずにやってたから、やっぱ周りの人たちにはマーキュリーでもバレてたんですよ。で周りの人たちこう目合ってってした時に、一緒ダンス踊ろうよみたいな感じで俺も誘ったのよ。やっぱあれはやっぱダンスをね、踊らないと楽しくないじゃないのっていうことで、仲間を増やそうと思って、目合った子にとりあえずダンス一緒踊ろうよみたいな感じでこうってね、誘ってたの。誘いながらもダンス踊ってってしてたんだけど、そしたら前の子が、私は大丈夫ですって言って、そしたらなんか多分ね、僕は見えなかったんだけど、奥の方にカメラマンさんがいたのよ。だからその子たちがカメラマンさん、こっちですみたいな、こっちマーキリーいるよみたいな感じでカメラマンさん呼んで、でそしたらカメラマンさんが僕の顔を見るやいないや、めちゃくちゃ笑顔でこう来て、つか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 って、カメラマンさん僕のこと知ってますねすごかった。もう女の人だったんだけど、カメラマンさんね、めちゃくちゃニヤニヤしながら、行くよー行くよーみたいな感じで待ってくださってたんですけど、もう嬉しかったです。ありがとうございました。周りのファンの皆様のおかげで、私もねダンスチャレンジできました。嬉しかったです。でね、しかも裏話なんですけど、これね、ダンスチャレンジ4曲前ぐらいからカメラマンいんのよ。だから本当にどこで自分が抜かれるか分かんなくて、踊れる曲じゃなかった時の恐怖よえ、マジで4曲前ぐらいなの。うわ、What is love来た、しゃ踊れる踊れるぞみたいな感じで思ってたの。シャーって思ってたら、あ、全然違う人映ってるみたいな。で、わ、PT か、 PT ならギリ踊れそうだなーって思ってたら、パーンって俺来て、シャーって、もうその瞬間、周りがバーッて、うわーって、もうすぐね、観客の皆さんね、僕って気づいてくださって、そりゃそうだよね、あんなタンクトップのタトゥーまみれのいかついなんか髪長いクマみたいなやついたらマーキュリーだってなりますよね。ほんとありがたかったです。にしてもやっぱみんな動画見てくれてるんですね。同行者で来ましたみたいな、全くトワイスわかんないですとか、以外の人たちとかはね、分かってくれてるような反応だったんで、いや嬉しかったっすね。もうほんとみんなのね、このわーっていう声聞いた瞬間、おっしゃ TT 行くぜと思ってたのに、はっみたいな、やばいみたいな、全力で踊んないとみたいな、真剣に踊んないと頑張らないとみたいな感じになって、めっちゃ頭真っ白、もう踊ってる時の記憶は、ゼロ。びっくりしましたから、本当にブワーって、マーキュラーみたいな、何が起こったんだって俺が思ったもんね。もうマジでもう会場みんなあったかすぎて嬉しかったです。もうなんか僕がね出たぐらいで、あんなブワーって盛り上がっていただけて、本当良かったです。ありがとうございました。いやマジでね、ずっと出たかったのよ、ダンスチャレンジ。いいな、僕も映りたいなと思ってたんだよ。もうでも去年は一応なんかこそっと映るぐらいはあったんですよね。その時もタンクトップだったんだけど、こそっと映るぐらいはあってみたいなね。いや本当だったらね、ここにその映像乗っけたいんですけど、まあ日本はダメじゃないですか。めちゃくちゃ盗撮されてるんですけどね本当は使いたいんですけどね。なんならサムネに使いたいんですよ。なんでサムネはタイ公演かどっか、韓国公演かどっかのやつに合成で僕がはめておきます。こんな感じだったみたいな感じではめておきます。なんでサムネはね、あの時の写真とかじゃないんで安心してください。日本公演はね、撮影禁止だからね。いやけどね、いろんな人から連絡ありましたね。会場にいた、あなたもいたんですかみたいな人もいたりとかからも連絡来たし、ツイッターとか見たよみたいな感じ、いろんな人から連絡来ました。いやほんとよかったです。
花先生、ダンス教えてくださってありがとうございました。おかげでやる気が出ました。楽しかったです。言うて花さんもあの時いたけどね。言うて大阪二日目はザックルのメンバーの人たちもいたんで、先生たちにダンスの、あれを見せれました。けど、やっぱりワンスパーク踊りたかった。ワンスパークってさ、思ったより最後の方の曲なんですね。いやだからさ、また来週、再来週あるじゃん。味の素あるじゃん。日産あるじゃん。僕チャレンジ頑張ってみる。違うのよ、ワンスパーク踊りたい。はい、ということで、ポップアップ、大阪ありがとうございました。まあ今日は来る予定じゃなかったんですけどね。はい。来ました。まあありがたいことに本当物が減りました。お願いしましょうか。お願いします、はい、ということでめちゃくちゃ物が減りました2日間で。はい。ふわーってあって在庫も後ろに全部あったのに、後ろの在庫も全部出してきて、はい、まあ、これしかないっていう。そう、素晴らしいですね。だってまあここに載ってるもの以外にもたくさんあったんだけど、やっぱねこのね物本があったらよかったんだけど、グラフィティね、はい、わしが描いた絵のやつなんですけど、これがもう速攻で売れちゃって、マジ速攻びっくりだった本当、はい、ありがとうございます。でこのバッグもね、オタバッグみたいな感じでなんかポッケがいっぱいついてるっていう。めっちゃいいのよ。もうラスト1個ですこれが、はい、でそしてもう私が描いたこの絵のやつラスト1個。そう、そ れ,、ね、これだけ残りましたね。いやこれ高いよ、だって2万6000とかで売ってんのに、はい、全部なくなっちゃった、はい、でもネットも出てるもんね。ネットも全部出ちゃったから。はい、こっちですよ。そしてこの絵ですね、はい、もう大変な思いして持ってきましたよ、本当。下ですよ、見てください、はい、売約済み、はい、ありがたいですね。売約済み、大阪2日間でこれですよ、はい、絵持ってきたのね、うん、もう大阪2日間の時ぐらいとか。そうだね、ちょっともう残ってるの4、あとそうだね、これも4つ組み合わせるやつと、あとはこのアクリルのやつだね。アクリルのやつね、意外と紹介してないんだけど。ああそうなんだ。これこんなに熱いんですよ。本当だ。そう、実はこんなに熱くて、こういうダウン照明の時とかにめっちゃ綺麗に見える、うん、確かにね。で 3D ペンでこれ書いてるんで。これなんかキャラクターの名前何なの。まあこれは原画ですね。これも買っていただきました。ポップアップが終わってからお送りさせていただきます。かわいいよねこれ原画、うん、ちゃんと鉛筆でね書かせていただいて、うん、僕のサインもあって LINE とかもちゃんと計算してやって、うん、ちゃんとしました、はい、アーティストじゃん。ステッカー新しいの出たね。そうステッカー、はい、この子もいますので。ステッカーパック見せてよ。で今回はここも僕がデザインしました、はい、後ろの方、はい、アーキリーって書いてて、コンジもいるんですけど、コンジはなんとまだいないという。ああ確かに、昔の遊戯王みたいなことしてます。ああなるほどね。遊戯王のパックもこいつ出てるから、こいつ出るんかなと思ったら出ないんで、ね、うん、ブラックマジシャンね。そうそうそう、うん、それと一緒です。うん、かわいい。イブちゃんはいるんですけどね、うん、ただコンジはこういう形でいますから。いいですね、本人がいるっていう。はい、ステッカーこのタイプ初めてかな。初めてね。もっといつも大きい iPhone に入る感じで作ったらいいんじゃない。そうだよね、こういう感じで入ってますので。これも T シャツ、これかわいい。俺も結構着てんだよねこれ。かわいいよねこの黒の。これみんなに言われる。なんて、これもかわいすぎる。おいいね、めっちゃみんなこれ買ってくれるし、うん、ありがたいですね。いや、もっと見せたいのたくさんあったんですけど。そうです、まあ、一応これも新作ですね。そうですね、ピグミ、去年出したこっちのシンプルなタイプのピグミ と、うん、もう一回今回はこういうね、うん、オールドイングリッシュな感じで出させていただいて、うん、あとはこっちの方ですね。あ、そうだ、これも新しい僕のロゴで作らせていただきました、バケットハット、はい、これ大きくてめっちゃ楽なのこれ、うん、変装にね、ちょうど変装っていうかマジでこれでアイドル被った方がいいと思うよ。ああマジでこれだもん。確かに、うん、ずっとこんなして被ってさ、うん、バッグできるし、まあ、でもあんたそれ被ってたらもうライブで変装とかもクソもないけどね。そうだね。とりあえず今は現場限定ですね。現場限定でネットはまだ決まってないので、はい、検討してみてください。ぜひぜひ、まあ、来週以降もあと2回以上ありますから。そうですね、原宿と小机、うん、小机は人多いと思うよ、楽しもうね。いや、しかもめっちゃ近いんだよね会場が。そう、会場からめっちゃ近いから。はい、マップ出てます。はい、マップ出てます、はい、こんだけ近いです。こんだけ近いから歩いて行けちゃうね。しかも小机駅から出たらすぐ見えるらしいね、あのコンテナっていう。あ、そう、目立ってますんで遊びに来てください。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。
いいですよ。見ました、ありがとうございます。見ていただけてよかったです。あの動画撮ってるんですけど映っても大丈夫ですか？大丈夫です。あ、よかった。モザイク量かかっちゃうから。イブちゃんでは、タイチーズ気をつけてます。全部なくなっちゃった。あのそこ数分なんですけど僕、はい、ここ数分の出来事でごめんなさい。なんか人気で、すいません人気で、あらららら、まだステッカーとかいろいろあるので早い者勝ちでどうぞ。全部なくなっちゃった。おもおもだ。写真撮りますか？撮りましょう。東京も、ね、遊びきて、はい、ここパパ遊びきて、はい、遊びきて、はい、遊びきて、ありがとうね、気をつけて。耳もに、ありがとうございます。よかった、TT。やっと釣れたから。ずっと頑張ってたのに。アジスタも行くので。アジスタも行くんですか？はい、ぜひぜひ、またポップアップやってるんで、ぜひぜひ、その時はまたいっぱいあると思うんで、そうなの、もう全部なくなっちゃって売り切れ、ありがとうございます。撮りましょう撮りましょう。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとう。あ、動画撮ってたんだけど大丈夫？よかった、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。なんか言いたけだった。だいぶ言ってよかった。だいぶ言ってよ。なんか言いたいことあったら言っていいでしょ。聞いてよかった。ありがとう。ありがとう。かわいい。それ言いたかったんだね。それ言いたかったんだ。マキ踊ってるの思いました。すぐ助けましたか。嬉しい。ありがとうございます。じゃあ、入れましたかね。もうトエスチャイル叫んだ。マキリさん。おかしいだろ。トエスチャイルライブなんだから。いや、まあ、もちろんそうなんですけど。全力で叫ばないと。もう全部売れちゃった。ありがたすぎるな。ありがたすぎるな、マチだ。はい。よかったな。はい。お前、デカビタ飲みすぎな。お前、デカビタすごい量あるから、そこ。はずいって言わないでください。お前、すごいから。ねえ、これ、買ってくれました。ありがとうございます。でもラスト1点だったからよかった。どうしよう、原宿と小作りない。昨日動画見て、え、よかった。間に合ってよかった。間に合ってよかった。しかも僕来る予定なかったんですよ。そうですよね、動画見てあったサプライズ。ラッキーちゃんです。よかったです。ありがとうございます。買ってあげてください。ありがとうね、気をつけて。すごいいっぱい買っていただいて。ライブ行ったんですか？昨日ダンスチャレンジ見ていただけました。よかった。盛り上がりました。あ、頑張ってよかった。踊ってもうドキドキしながら踊ってた。私長いですけど。あ、よかったです。見ていただけて。あ、いいね、あ、いいね。あ、いいね。ありがとうございます。はい、じゃあ。ありがとうございます。いや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 。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、全然全然。ありがとうね。はい、ということで改めましてポップアップ来てくださった皆さんありがとうございましたね。本当ありがたいことにマジで全部完売しちゃったんで、あるけどね、安心してください。来週原宿間に合うように、あの準備の方、在庫の方もね、あの準備しておりますので、ぜひぜひ原宿来週ですね、今週も楽しみにしておいてください。皆さんに会えるの僕も楽しみにしております。ということで、また今週お会いしましょう。そして来週小作駅の方でありますので、ぜひぜひ遊びに来てください。詳しくはこのメインの動画でやってるから、こっちの方見てみてください。場所だったりとかもろもろとかね、よろしくお願いします。
ということでダンスチャレンジしてきました。いやありがたいことに近畿地方のトレンドになりました。